本能寺の変死について、秀吉が知ったのは、変の翌日、6月3日の夜から、翌4日未明にかけてと言われる。6月2日早朝に起こった出来事が、そこから200キロ以上離れた、備中高松城まで、2日未満で届くのかというと、これは十分可能であったとされる。実際、京から約120キロ離れた西下に、本能寺の知らせが届いたのは、3日早朝。約180キロ離れた、三河の国不幸図に知らせが届いたのは、3日の夕刻であった。問題は、3日夜から4日朝にかけて、知らせを受け取ってから、織田毛利間での和睦が成立するまでの、速さである。和睦の条件は、当時の毛利家の勢力圏のうち、備中、美作、宝鬼、三カ国の割譲、備中高松城城主、清水宗春の切腹、及び、城兵の除名であった。無論、このような和睦交渉が、一日もかからずに成立するはずはなく、以前から和睦交渉は行われていた。その際に、織田家、つまり秀吉側は、先の三カ国に、備後、出雲の二カ国を加えた、五カ国の割譲と、清水宗春の切腹を要求していた。したがって、信長推しを知った秀吉が、厳しい条件からの譲歩をちらつかせることによって、毛利方との早期の交渉成立を勝ち取った、という考え方はできる。しかし、そもそも、秀吉は、5月半ばに信長に対して援軍を要請し、信長もそれを承諾。先遣隊として明智光秀を派遣する予定であったと、一般には考えられている。同年2月から3月に行われた甲州征伐において、武田家を完全に打ち滅ぼした信長が、五カ国割譲が条件であったとしても、安芸、岩見、長門、周防という領土を、毛利方に残すような和睦条件を、承諾するだろうか。しかも、仮に信長がこの条件を飲んだとしても、そこで結ばれるのはあくまでも和睦であって、毛利から織田への臣従の約束ではない。信長の申請まで依頼した秀吉が、わざわざご足労を願った鬼上司に報告する成果としては、少々、物足りないのではないだろうか。時は、文禄3年、4月初め。備前の国、天神山城。殿。お、官兵衛か。いかがした？敵、毛利輝元軍が、城門への攻撃を開始したそうにござる。我らが城外決戦に打って出るのを、阻止するためかと。はい、わかった。申し訳ございません。今少し準備が早くできていれば、毛利軍を打ち払うことが、できたやもしれません。官兵衛は、直江兼続軍によって先月陥落した、津山城から、ここ天神山城に落ち延びてきたばかりだったため、攻城戦の状況を、把握しきれていなかった。よいよい。ことここに至っては、さすがのお主でもやれることはなかろう。ふう。12年前は、手のひらの上で踊ってくれたが、さすがに、今度ばかりは打つ手がないわ。12年前、6月3日、深夜。都寄りの密使が到着いたしました。して、聖妃は？明智謀反。上様は、本能寺にてご生涯遊ばしたよし。うむ。それでは、予定通り毛利との和睦をまとめてまいります。頼んだぞ。はは。3日深夜からの、毛利家外交層、暗黒寺江慶との会談により、毛利家領土の一部割譲、及び、備中高松城城主、清水宗春の切腹が決定する。翌4日午前、囚人が見守る中、清水宗春は水上の小舟で切腹し、織田毛利間の和睦が成立した。それから、すぐのこと。準備は失態しとるか。はは。これより、まずは姫路城を目指して進みます。皇族の部隊は順次出発。先陣が出発したところで堤防を切り、高松城南側を泥泥と化すことで、万一の毛利軍の追撃を阻止いたします。よし。詳しいことは任せたぞ。はは。これより、大返しじゃ。羽柴秀吉が行った、中国大返しとは、本能寺の変の後に秀吉が取った、一連の迅速な軍事行動のことを指し、その実態については、様々な角度から検証がなされている。ここでは、最も単純な指標である、時間と距離の関係について考えてみる。羽柴軍が、備中高松城の包囲を解き、投進を開始した日時については、6月4日中に出発したという説と、毛利方の動きを見極めた上で、6日に出発したという説がある。例えば、山崎の戦いの後、秀吉が自らの家臣、大村優子に命じて書かせた、これ等退治記では、
6日、羊の国に出発したと書かれている。一方、配下の将兵に、備蓄米や金銭をすべて分け与えた後、姫路城を出発したのが、6月9日であったことは、各資料において示されている。そして、そこから、13日の山崎の戦いに至るまでの移動距離は、当時の、歩兵も含めた行軍速度、1日あたり6里に、おおむね合致する。つまり、一般に強行軍とされているのは、備中高松城から、姫路城に至るまでの区間。特に、6日出発説を取った場合、途中、山陽道第一の難所とも称される、船坂峠などを通って、3日もかからずに、2万を超える軍勢が姫路まで移動したことになり、これは確かに、かなりの難事業であろう。しかし、仮に出発が4日中であったとするならば、十分に実現可能な移動距離であったに違いない。このことから類推するに、秀吉は、後世に残す記録上において、自らの出発時間を、わざと遅らせて記すことで、対応の速さを、速さへと変換し、自らの対応の、速さに対する疑問を、封じたのではないだろうか。皆さん、こんにちは。とりとりチャンネルの、とりのすけです。早速、前回の続きからプレイを進めていこうと思うよ。現在は、文禄3年。西暦でいうところの、1594年、4月。橋場家を今月中に滅ぼす目処がつき、徳川家の方も、小田原や下田も含めて手に入れるよう、軍を動かしている状況だよ。甲状腺の状態のチェックは、前回動画のラスト部分で終わらせているので、とりあえず、内政を終わらせたところまでスキップするよ。はい。商用の進出、歩兵の調整、勘定の配布、闇取引で兵糧の購入、それから、武将の配属を行ったよ。ついでに、上祖壁に同盟を申し込んでおいた。もうそろそろゲームクリアだから、大して意味ないけどね。それでは、今月も時間を進めていくよ。今月一番の重要ポイントは、上司交渉を申し込んだ、寸布や型がすんなり落ちるのかどうか。交渉で落ちてくれれば、安心して小山城攻めの軍を用意できる。まあ、そんなわけで、とりあえず時間を進めてみるよ。橋場も徳川も、大名を打つでもなく静かにしてるな。ここで、出雲の奥義軍が攻めていた、鳥取城が陥落。奥義軍は解散させたよ。お疲れした。さて、そろそろ城助軍が小田原に着きそうだな。城兵は800人くらいか。到着は5日後の予定で、現時点では、先月打ち破った伊軍の武将たちが、まだ帰りついていない。このまま城が囲めれば、いかに天下の剣城、小田原城とて、そう長くは持たないんじゃないかな。おう、来たぞ。駿府館の城主交渉。全面解放来い。よしよしよし。結構あっけなかったな。成功確率も 95% あったしね。さて、それでは小山城に軍を送ろうかな。真田軍をそのまま向かわせた場合、打って出てはくれないっぽい。小山城の兵が5900だから、ちょっと兵数減らしてみるか。ただ、部隊数を減らしちゃうと、決戦の時に不利になる気がする。真田軍をいじくり回して決戦用の軍を作るよりも、乾城と掛川城に配属した武将たちで、新たな軍を編成する方が、多分楽だな。ってなわけで、真田軍は駿府館に入城させるよ。東海道の平定に、大いに役立ってくれたな。お疲れした。さて、新たな軍の方は、掛川城に武将が配属されてから、編成しようかな。駿府館からは、家康も落ち延びてくるはずだから、小山城下で決戦となれば、家康との最終決戦で、今シリーズのフィナーレを迎えることになるな。城助軍は、あと2日で到着予定。このまま、敵将が帰りつきませんように。おお、びっくりした。一瞬、小田原城が速陥したのかと思ったけど、落ちたのは天神山城だった。どうぞ皆さん、お帰りください。で、小田原城は甲状腺に突入。ほほう、行幸で約34日か。これなら、来月中に落とせそうだな。いいじゃないかいいじゃないか。やっぱり、伊軍に参加していた武将たちが、帰りついていないことが大きいな。あや。下田城は、武将2人がもう帰りついたみたい。ただ、
あそこも攻め口は3つあったはずだから、結構早く落とせるかもしれない。さて、テルモッちゃんの軍を解散させよう。明石軍との決戦にも勝ってくれたし、ナイス援軍だったよ。お疲れした。そんで、今度は、武将の配属が終わったっぽいので、小山城攻めの軍を編成するよ。旧部隊、8200名の、伊達政宗軍を編成した。小山城到着予定は8日後。敵軍の姿はまだ見えない。到着直前になったら、もう一度確認しておこう。それでは、また時間を進めるよ。今度は、備前の下津城が陥落。この城も、毛利援軍の中島くんが落としてくれた。いやー、毛利援軍様様だね。お疲れした。というわけで、橋化けの墓標は、岡山城に刻まれることとなった。下田城攻略軍の様子を見ようとしたら、ちょうど、韮山城が北条家の手に落ちた。そして、ついに橋化けを滅ぼしたぞ。当たり前だけど、人材の宝庫だな。秀吉も雄斎も官兵衛も、とりあえずは登用しておくよ。では、岡山城を落としてくれた浦上くんも、これにてお役御免。お疲れした。さあ、これでもう相手は徳川のみとなった。残る城は3つ。小山城、ちゃんと決戦になるのだろうか。おお。出てきたぞ出てきたぞ。この軍を打ち倒せば、小山城も短い時間で落ちるだろう。なんだったら、勝ち確出るかもしれない。ぐへえ、やっぱ采配次第か。まあ、これが最後だろうし、ラストに一発決めて、徳川に引導を渡してやりますか。相手は旧部隊、5400名なので、こちらの方が、約 1.5 倍の兵力。綺麗に殲滅戦をやって、本シリーズ最後の決戦に花を添えたい。とりあえず、まずはスペックを確認しておくか。ご覧ください。この超豪華なメンツ。東北オールスターズみたいな感じだな。一方の徳川方も、四天王のうち3人が揃って、なかなか強力な編成。本田忠勝隊の、攻撃力191、守備力156とか、エグすぎる。しょぼめの部隊でも、普通に守備力110以上あるし、最後の決戦にふさわしい陣容だね。とはいえ、やることはいつもと同じ。天下を制する戦術、沼罠ドン引き作戦。準備していくよ。はい。今回はシンプルに、沼罠3つと、鳥居3つのみ設置。沼罠の後方から鉄砲を打ちかけて、相手をおびき出して戦おうと思うよ。それでは、いざ、開戦。ぶっ潰したるでー。家康の方も、四天王の名前を呼んでたぎっている模様。しばらくすると膠着してしまったので、左翼側で一度前進して、敵を釣りにかかる。なんか今、最上隊が大ダメージ食らってたな。こっちが奇襲かけたはずが、謎すぎる。まあまあ、気を取り直して、鉄砲ガンガン撃ってくんなぜ。狙い通り、敵部隊が前進してきたぞ。左翼側の敵部隊を引き込んでいると、右翼、中央でも、敵部隊が前進してきた。そしてまずは、右翼側で2部隊が沼ポチャ。続けて、左翼でも1部隊が沼ポチャ。悪くない展開だよ。前進して、強撃を仕掛けるのよ。時間を進めて、敵部隊とぶつかり始めたところ、敵、本田忠勝隊の、東国無双が炸裂。この戦法、攻撃力、防御力が大上昇して、奇襲無効化というオプションまでついた、非常に強力な戦法なんだけど、この時、鳥之助はまだそのヤバさに気づいておらず、中央で沼ポチャした、敵に部隊の方に気を取られている。一応、戦局的にも互角からやや優勢。兵数差も少しずつではあるが広がっており、やや楽観ムードが漂いつつある。右翼で敵一部隊が壊滅し、さらに押せ押せムード。このままの勢いで押し切れるかな、と思っていた。しかし、ここでようやく、左翼の最上隊、伊達隊のピンチに気づく。そして、本田忠勝隊のスペックを見て驚愕する。なんだこいつ、化け物じゃねえか。最上隊は140ちょいまで削られてるし、今下がらせたところで、間に合うかどうか。ここで、右翼で2部隊目の壊滅。
全体の戦況としては優勢なんだけど、忠勝のところだけ、ボコボコにされちゃってるな。再度時間を進めてみる。モガミ隊は、ボロボロになりながら交代。生き残れるか？おお、12人まで減ってしまったけど、ギリギリ逃げ切ったっぽい。ただ、今度は伊達重真隊が100人切ってる。ここはもう、重真隊に男を見せてもらうか。先方男立てで、忠勝隊を引きつけてもらおう。そして、再度時間を動かすと。伊達重真隊が壊滅して、徳川軍に一矢報いられた形になったけど、今度は中央で、徳川方の2部隊が連続して壊滅。さらに、ここでようやく、本田忠勝隊も壊滅。残す敵配下部隊は3つで、兵数もそれほど残っていない。結局、その後すぐ、まずは中央で、酒井忠次部隊が壊滅。さらに続けて、左翼に残っていた、星名正直隊も壊滅。残りは、家康隊も含めて2部隊。そして、このままあっさり殲滅戦達成になるかと思いきや、家康隊への強撃がハマりすぎて、敵配下部隊の壊滅が間に合わない。頼む、なんとか間に合ってくれ。あちゃー。まさかの、最後の決戦で殲滅戦失敗。なんとも締まらない結末だな。なんか、忠勝隊の予想をはるかに超える強さとかに動揺しちゃって、細かいミスを連発しちゃった感じ。まあ、生き残りは8名だけだったけど、最後の決戦、できれば、かっこよく決めて終わりたかったな。投稿しない人は、どうぞ、お帰りください。さあ、攻城戦だ。何日で落ちるか。おお、強行で約16日か。これはいいね。そして、攻城戦を進めると同時に、今度は下田城の攻城戦。こっちも強行で約17日。よし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 。これで、徳川の城も、来月中に全部落とせるぞ。あと、小山城では、寝返りのオプションが使えるようになってる。これは、せっかくだから、最後の車まで押し込んでから、久々に、達成感とざまみろ感を味わうことにしよう。小田原城の様子をチェックすると、強行で残り22日だけど、交渉オプションも使えるようになってた。ただ、城主交渉の後期はまだ来ていないようなので、もうしばらくは様子見だな。今月も残り6日ほどなので、時間を進めて、サクッと終わらせることにしよう。北条軍が解散したな。大軍動かして便乗してきた割には、おこぼれに預かれたのは、城一つだけだったか。おお、そう無事霊来たね。今が1594年の5月頭だから、選手防衛をやめて、打って出るようになってから、29ヶ月目にクリア条件を達成したことになる。まあ、今回は城一つからの攻略ではないし、過去シリーズとの単純比較はできないけどね。さて、そんなわけで、橋場家をついに滅ぼし、徳川家も、滅亡寸前にまで追い込むことに成功した。この5月の進行フェーズで徳川家を滅ぼして、本シリーズの締めとする予定だよ。どうぞ、最後までお付き合いのほど、よろしくお願いいたします。それでは、今回の動画はこの辺で終わろうと思うよ。次回に続きます。鳥の助でした。時は少し遡り、文禄3年、4月21日。ついに訪れた、橋場家滅亡の日。雑賀川から事前に、投降した武将の処断は行わない旨、通達があったこと、並びに、これまでに滅ぼされた大名家の家臣たちも、皆、処断されることなく帰順していることから、橋場家の武将らも、岡山城の落城とともに、相次ぎ雑賀川に投降することとなった。とは申せ、さすがにわしは死罪じゃろうな。織田中将にとっては、わしは憎き親の仇。まあまず命は助かるまい。前年からの軍事行動を見るに、やはり、橋場と徳川は、何としても滅ぼす腹積もりらしいからのう。中将が、本能寺の顛末について、すでに何らか知っている可能性もある。との。なあに、お主がそのような顔をすることはない。それもこれも、わしがこれまでに成してきたことの結果。ことここに至っては、因果の断りに従うまでよ。なるほどのう。有罪殿。お主、密告するつもりか。あの企みが中将に知れれば、お主もただでは済まぬぞ。元より承知。だが、橋場家が滅びる程度では、
我が家を滅ぼされた傷、言えませんのでな。やはり、お主じゃな。我らの作戦を漏らし、最下方に勝利をつかませたのは。はて、どうでしょう。やはり、口先では、橋場と細川は一連卓勝などと言いながら、その実、橋場を打って、細川の加盟復活を目論んでいたわけですか。我らへの加増の約束を踏みにじり、先に不義をなしたはそちらでしょう。加増加増とかまぎっし。そもそも、明智討伐にて血も流しておらぬ気候らが、他の諸将以上の加増を受けるなぞ、あってはならぬことでしょう。ふん、言うてくれますな。それに、信長公の喪に服すと称して、元取りを落としたことも、有才殿のしたたかな計算。世間では、あれをもって、明智への助勢を拒否するという意味に捉える向きもあるが、逆に、明智への助勢ができぬことを、明智に対して謝罪するための啓発である、という見方も成り立つ。実際、松井陣助が、謀反の計画を我らに漏らしていなければ、細川家は、明智と共に動いていた可能性が高い。橋場と明智、どちらが勝利したとて、細川の命脈を保つことができるように、二重の意味を持たせた行動をとっておく。あのような状況下で、よくもまあ、頭が回ることでございますな。ふ、希代の軍師、黒田官兵衛殿にお褒めいただけるとはな。官兵衛、よさぬか。今さら言うても、せんないことじゃ。それにのう、有罪。今さら、わしに言うことはない。お主の好きなようにするがよい。なんですと。もはや、戦国の世にも会えたわ。小物の身分から、一度は、天下人の座に手をかけるところまで行ったのじゃ。十分堪能し尽くしたわ。殿。諸将におかれては、これより、征夷大将軍、鈴木孫一様のおわす、岐阜城へと移動していただく。順次、移動を開始なされよ。ではまあ、その方らも、達者での。お主らは、いたずらに死ぬ必要はないぞ。殿。しかし、岐阜城に到着し、処遇に関する沙汰を待っていた彼らのもとに、またも、天下を揺るがす一報が届けられる。織田、左近への中将信忠。援交す。天下統一を目前にして、突如もたらされた、織田信忠の訃報。世は再び、戦国の渦に飲み込まれるのか。それとも。次回、鈴木家プレイ、天王山編、最終話。新しき世。ごう、ご期待。